はい、本日は Xbox 版、エグゾプライマルをやっていこうかなと思います。昨日の続きといきたいんですけど、子供のとね一緒にやってるんで、子供がなんか気に入っちゃってめちゃくちゃやってるんで、結構なんか進んでますね。もうレベル19なんだ。やり込んでんな。好きなんですね。さてと、とりあえずちょっと1ゲームやりましょうか。俺はやってないんで。シナリオはね、わからないっすね。子供がガンガン進めちゃうんで。あ、タバさん。どうも。なんだろうね、やっぱ恐竜ゲームっていうのがいいのかな。まあ恐竜と戦うロボットって、まあ俺と一緒かよって感じなんだけど、そこら辺がね、このゲーム要素としてあるので、なので子供もやってると。で、加えて夏休みですからね。面白そうなのやってんじゃん、ちょっとやらしてみみたいな感じでねやらせると。で、子供にはね、一応チーム、なんて言うんでしょうね、チームワーク、これをで5人1組でやるんだからチームワークが必要だよっていう話をね、横で見てるときはして、で、なんて言うんだろう、アサルトなのでタンクとヒーラーに対しての距離感とかね、そういったものを勉強しなさいって言ってやらせてみてるんですけど、どうしてもね、前に前に行っちゃいますね。それじゃあダメなんだけどね。そうそう、夏休み俺は無職やばいよね。転職しなきゃいけないんだけどね。困った困った。はーい、スラストアタック、だいぶ、あ、これがだいぶどっちっていうんだ。へー、このゲーム説明なさすぎてわかんねえよ。もうちょいさ、必殺技、技の説明してほしいんだよな。このさ、このなんていうの、戦隊ヒーローみたいなのをどうやって使うんだろう。すげえ難しかったんだけど。まだちょっとエイムが合ってねえかな。ああ、ミスってる。遅いか。でも敵もどうせもう終わるでしょう。あ、やべ、ミスった、ミスった。
あ、遅れてんね。いやー、空中戦が超苦手なんだけど。あ、ここなの？いまいちだね。もうグレネード出すときがね、ちょっと難しいんだよね。もう始まる。ミスっちゃったよ。テラノドンさ、これ始末しないとまずいよね。テラノドンが4。テラノドンうまく落とさないと。なあ、ミスった。いやー、なんか他のエグゾスーツ着たいんだけど、どれがいいのか全然わかんねえんだよ。こいつ首が弱点なの？今回は勝てそうかな。ててこのリバヤさん、顔とさ声が合ってねえんだよ。何？これってここじゃなかった？
持っといてもしょうがないもんな。まあ来るってことだよね。あと3体テラノンドンどうにかしないといけないよね。テラノン、痛い。テラノン、あと2体。全然役に立ってねえな。どこ？20%か、ちょっときついな。おお、ここ？ラフトルがあと3体。ラプトルが終わり、あとザコ。うお、来た。ちょ、また逃げたぞ。あとトリケラ、トリケラどこ行った？トリケラ。ナイスです。58か、全然だな。カラノタウルス？おお、来るじゃん。で、来た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 。もう早え。味方強え。あと 10% か。
なあ、くそ間に合わなかった。難しいですね。グッジョブ。みんな踊ったりしてる。いや、みんな強いね。なんかね、これは子供がキャラクター使ってるから違うの使いたいんだよな。すごいね、どうやって稼ぐのこれ。みんなちゃんこ稼いでんだけど。やったね。お、なんかシナリオ始まっちゃった。何が何だか全然わかんないんだよな。入るからレッツ。おやおや、妹は生きてたんだね。倒れた。ああ、サンティの手が。ああ、モックが。27時。今日はどっちに行くかな。Are you joking? This is real. カプコンの表情はなかなかいいよね。表情豊かだけど、でもやっぱりモハンだよな。全然似てねえ。主人公はどういう表情なんだあれは。コシコンどうだと思ってんのかな。おお、サンって言うようになったじゃん。バラされてる。さてと、生きてんだ。いや、生きてるかなんやねんって話なんだけど、どのキャラクターやったらいいかね。これよく分かんなかったんだよな。で、ここで技見せてくんないのはなんでなん。
ああ、これをレベル上げしないとダメなのか。難しいとすね。これ何？自動再生、これか。おお、なるほどね。衝撃。これ何？ああ、体力上がるんだ。いや、これさ、盾で使うんじゃね？レベル上げとこい。盾やろうかな。盾もなんか難しいんだよね。おや、ないぞ。まあ、これか。これはなんだっけ。あー、どっちがいいんだろうね。タワーシールド。レベル4にしないといけないのか。うん、難しいの。これは何？あー、 5%。 耐久性モジュール、再生モジュール、軽減でいこうかね。こいつを気にしときゃいいんだっけ。間違えた。神放のだ。さあ、ガチャピン使っていきましょうか。なんか Xbox で配信してるときって、こっちの画面には、まあこう、マイク使ってるよ、録画してるよ、みたいな、配信してるよ、みたいなマークが出るんだけど、邪魔なんだよな、地味にね。これをどっかに表示させなきゃいけないんだと思うんだけど、位置が邪魔すぎて、イラッとしますね。ヘイルメーカー。パンチ、挑発 RB、 挑発 RB ね。はい、みんな強そうだな。はい、よろしくお願いしまーす。だから毎回バトルテストなんですけど、
どうかな、ちょっと盾としては全然ダメかな。キャー、マジか。わかんねえ。盾マジでわかんねえよ。遅いか、こっち。ちょっと盾がダメかな。ダメか。挑発がわかんねえんだよな。挑発のタイミングと長さがわかんねえんだけど、これ。わかんねえな、盾。
攻撃しなきゃいけないのかな、やっぱり。でもね、縦引っ込めちゃうとあっという間に死んじゃうんじゃないかな。どうなんだろう。難しいなぁ、わかんねえなぁ。早いんだけど。痛いんだけど殴られた。でマジか。いや全然勝てん。ケアトスマジで難しいな。
負けた。いやー食べられちゃう。タンク難しい。なんかターゲット取れてるんだったら取れてる、もうちょっと分かりやすく見せてほしいんだよな。分かんねえよこれ。タンクができてるかどうかも分からんのよね、このゲーム。なんか来たな。リモートモジュール。これか。バリスティックシールド、これはね、やるんだったら絶対取らなきゃいけないよね。めっちゃ金かかりますやん。もうあっという間に金がなくなる。何つけたらいいんだろうね。挑発の性能が変化する。敵に対してシールドの耐久力を回復する。なるほどね。これか。50増加、まあ増加ね。50と何パー変わるの。こっちにするか。全然わかんねえのよね、ここら辺が。何がどう違うのかがわかんないんすよね。でさ、何レベル上げると勝手にもう上がっていくわけだよね。いろんなものをお金かけてあげればいいだけでしょ。なんかとにかくレベルを上げるしか多分ないんだよな。それが難しいんだけど、また中途半端にハルクじゃねえのは何なんだろうな。ちょっとモヤモヤしちゃうけど、ね。ちゃう。あれ？チャーム1個もないじゃん。値札デカール。ははここか。なんかないかな。心でも入れとく。え？あーそこ？こんな感じで。さて、もう一回タンクやりますか。やっていくしかないんだろうけど、今んとこね、目標がないんだよね。目に見えた目標がないので、本当にこれでいいのかどうかもわからんっていう感じなんですよね。位置取りが悪いのかな。なんかね、ターゲット取ってる人にそういう、なんだろう、矢印キーとかね、入れてくれると分かりやすいんだけどな。あ、漏れてるとかね、そういうのが分かるといいんだけど。そうするとあれか、敵が大量にいるからごちゃごちゃするのかな。
な、挑発あってヘイト取るゲームとかって難しいよね。表現しっかりしてくんないと挑発の意味がわからないしっていう感じになっちゃうし、ホワイトです。ガチャピンね、結構重そうに見えて動き軽い。もう一個の盾やってみようかな。圧勝せー。逆回転、これでいいのかな。どこなんどこなん、 あ、こっち見えねえ。ミニマップにも表示してほしいんだけど。挑発のタイミングがマジで分かんねえな。ああ負けてる。マジか。
これキャノンの方がいいのかな、盾じゃなくて。なんか使いづらいな、ワイ盾。いやー辛い。お、いけたかな。あれ、いやー難しい。前線を作んなきゃいけないんだよね。あとトイケラトプスだけか。難しい。ティラノサウルス。
なんだなんだなんだ、俺はどうなってんだよ。わけわかんねえ。なんだこれ、前もあったな。どうしたらいいの？終わった？おー、味方が良かった。全然わかんない。やい、セミヤー、グッナイ。これは戦い方分かってないと積んじゃいそうだね。まあ、だからついてくしかないんだよね、覚えるまでは。パターンなんだろうから。おお、なんだろうこれ。何やったんだろう。初めてですね。よかったよかった。役に立ったのかな、じゃあ。ほんとさ、盾役に立ってんだか役に立ってんだかわかんねえんだよな。これやだね。もうちょっと役立ってる感は欲しいんだけどな。なんだろうこれ。リグ、ブレードだって。やったね。目立ちたがり、ひどい。やったね。いろいろもらいましたね。さてと、まずキャリアアワード。あ、これ？何なんだろうこれ。なんでもらえたのかがわかんねえ。あとは？これか。まあどうでもいいんだけどね。よいしょ。で、リグ、ああここか。何が手に入ったんだ。ブレード。触れた敵を麻痺させる電磁波手裏剣を投げる。こんなのあんだ。あれか、刀マンとかがいいのかな。お金ありますね。じゃあ解放しておきましょうか。やったね。あとはこれだけ。一瞬のとどめの後、巨大ドリルに強力な攻撃を行う。へえ、すげえ強そうじゃん。なんかまだなんかある。ああ、そうだよね。もう開けられないんじゃないか。
金が、ああ一応あるね。敵ファイターをスタンさせる。敵を少し吹き飛ばしづらくなる。うん？あ、はい。この説明がいろいろモヤモヤする。開けるだけ開けとこうか。いや金が手に入んねえなこれ。さあそんな感じでデータベース見て、あーでもどうしようかな、データベース子供見たいかな、ちょっと俺は見るのやめときましょうか。もうシナリオわかんないから、わかんない人が今更追ってもしょうがないんでほっときましょう。さあということで1時間だからそろそろ配信はこの辺で終わりにしましょうか。レジですしね。はい、ということで本日は Xbox 版のエグゾプライマル、こちらをやってみました。今どんな感じなんだろうね。プレイヤーレベルは27。サバイバルパスってのはよくわかんないけど14なの今。わかんないです。これ何？これはフォートナイトとかああいう無料ゲーム。と同じような、いらないというような感じですね。で、ロボットはね、デッドエイがレベル19、タンクがレベル6、バラージュってやつが2、まあ、他はいじってないから分かんないですね。ほとんどないって感じですね。で、ニンバスを解除できるけど、そんなお金がないというような感じになってますね。まあ、なんだろう、恐竜相手にね、みんなで、なんとなく戦っていけるから、まあ、下手だとは思うんですけど楽しめてます。こちらのゲームですね、 PS5、Xbox、PC で多分やれるゲームとなっております。Xbox だとゲームパス入ってればゲームパスで遊べるようになるんでソフト代は無料という感じですね。ただしまあゲームパス代かかりますけどというような感じです。PS5 と PC はどうなんでしょう。多分フルプライスで買うような形になるかと思いますので、ストアを見て興味があれば買ってみてください。それではまたどっかでお会いしましょう。ありがとうございました。